F3 回フライングバレル飛行する F3 回から1 0 23 2号機、F3 回フライングバレルはアメリカ合衆国のグラマン社が開発しアメリカ海軍や海兵隊で運用された艦上戦闘機アメリカ海軍で運用された最後の副用戦闘機であった愛称のフライングバレルは空飛ぶたのいグラマン社の前作である F2 回艦上戦闘機の拡大 発達型として G-22 の社内名称で開発された。方向安定性の改良のほか、燃料容量が増加している。試作機の XF3 階から1は1935年3月20日に初飛行している。ただし、試作初号機及び2号機は、機体強度の問題や方向安定性不足の影響により墜落している。量産型 F3 階から1は、 1935年8月に54機発注された。エンジンが強化された F3 回から2、F3 回から3も開発されている。1936年から部隊配備が行われたが、前線配備されていたのは1941年までのことであり、それ以降は練習機材として使用された。なお、1943年には前期退役している。 副容器であり、コックピットは胴体中央上方にある。主翼は、下翼が低翼配置、上翼が機体上方に取り付けられている。胴体は太く、短い印象のものとなっている。主脚は引き込み式で F2 階と同様に胴体側面に収容される。エンジンは、ライト車制 R-1820、空冷性型レシプロエンジンである。 F3 回から3三面図。ありがとうございます。